現在3周目入ってすぐ、悪魔合体が使えるようになったところからなんですけど、この3周目はね、やっぱね、私の一番大好きな悪魔であるマーラ様を召喚してはべらしていこうかなと思います。ボーティスと芝から、マーラ様作っちゃいましょうか。まあ、ぶっちゃけね、パワータイプなんで MP 少ないんですよ。で、物理技も MP 消費なんで、正直ね、使い勝手はあんま良くないんですけど、やっぱはべらしたいよねという欲求、ただそれだけです。まあ、こんな感じですかね。ちょっと難しいですけど、チャージ明快派は、この物理タイプとして一応残しておきたいというね。天使の号令あれば、ま、使えるやつになりますんで、天使の号令。物理ギガプレロマ。物理吸収、氷結吸収で弱点消して、不屈の闘志。やっぱね、折れちゃダメだ、マール様。不屈であってほしい。で、道具使えれば、マール様が癒しの道具をな、使って癒してくれれば、あ、マール様道具も使う派なんだ、へえ。ということで、MP がなくなってもね、マール様が道具で癒してくれるんで、まあ、なんとか使えるようになるかなと思います。まあ、もともと吸収2つ持ってるっていうところで、まあ、優秀ではあるんですよね。ただ MP なんですよ、問題は。まあ HP 多いんで、そこは強みではあるんですけど、どんなもんすかね。マーラ様、ご立派だ。わしは魔王マーラ、一つよろしく頼むぞい。まだまだ現役。ご立派ですね。で、マーラ様、力、技、速さがまあまあ高い。速いんですね、マーラ様ね。あ、速いんだ。まあまあ高いので、今まで温存してきた、そう、力の項と技の項。これ主人公に必要ないんで、一応使わずに置いたんですけど、特に技なんかね、あげちゃっていいんじゃないか、マール様の。マール様の技を、ガンガンあげちまおうぜ。おぉ、これは強い。これはだいぶ強いぞ。かなり期待ができる。あ、魔力400突破。ちなみにやっぱレベル99がマックスみたいですね。先ほどレベル上がったんですけど、もうネクスト経験値が0になってますんで、これ以上上がらんというわけだ。んー、まあ、魔力、あとはこうで上げていくしかないってことですね。さて、いよいよニュートラルルートの選択なんですけど、これメガテン4の分岐難しいっすね。全ての世界が救われる。とりあえず、ヨナタンか、ワルターついていって、まあ、一回ね、ロールートかカオスルートを選択するんですよ。で、その後このホワイト面にその逆を答えるとニュートラルルートに行くという。メシアのその手で。まあ、まずは無にはしないですよね。なんと。これは断っておいて、これよ。現状を破壊しようとでも言うのか。今回私、ワルターの方についてきたんで、カオスルートに入ったんですよね。で、このホワイト面にその逆である、維持させようというロールートの考えを答えると、ちょうど真ん中ということでニュートラルルートに、どっちなんだいってホワイト面が動揺するらしいんですよね。で、その時に、属性がローカオスに偏りすぎているとダメっていうことらしいんで、属性をニュートラルに保ちつつ、ロールートに入ったらカオスの選択肢を選ぶ。カオスのルートに入ったらローの選択肢を選ぶことで、ニュートラルルートに行けると。割と複雑なね、フラグ管理が必要でした。というわけで今回は現状維持するを答えると、進むはずです。計算が間違っていなければ。大丈夫これ。やはりお前も。あれ？その選択をしてしまうのか。あれ？なんか見たことあるなこれ。勇気のないやつめ。あらら？だが？お前は選択をするには遅すぎたよ。遅すぎた。あ、ちょっと違う感じかも。お前は現状の維持を選んでおきながら。びっくりした。破壊さえも望んでいる。そうそう、どっちなんだいっつってホワイト面がびっくりするというな。これですか、焦ったわ。なぜお前は我らを拒むのだ。いや、しつこいんすよホワイト面。お前も未来などに希望を託すというのか。託すに決まってるだろう。我ら人類に未来などないことは何度も教えてやったという。いや、本当に何度も教えてもらいましたけど、しつこいぐらいな。お前はもう用済みだ。ひで。この虚構の空間で死ぬまで後悔するがいい。あ、結局捨てられるのは同じなんだな。こっからどうなるんだ。誰も助けに来ないんじゃない。まあガブリエルも来ないだろうし、ルシファーも来ないだろうから、ニュートラルルート誰が助けに来るんだろう俺を、この白い世界からな。
ここにはやっぱり来るんだ。もうここからニュートラルルートですよ。長かったー、ここに来るまで。3周目といえど。まあ、全部飛ばしてもやっぱね、数時間かかりますからね。不明。まあ、誰が来るのか気になるところ。神の定め。誰だ？悪魔の誘惑。そして、ホワイト面の絶望。ああ、なんとなくわかったかも。車椅子の音がしそう。そのいずれにも偏らず、自らの足で歩み出したんだね。そうですね。いや、ようやく会えたな。今の君にならば、私が知っている全てを話せるだろう。そう、スティーブンさ、最初の、ほんと序盤の序盤に出てきて、謎の少女と一緒に。それから一回も出てこないんだよね。ようやく会えた。ニュートラルルートでしか会えないんだ。そうだね、バローズ君。バローズ君？知り合い？マスターの選択は、かつてのパターンと同じだった。え？バローズが、急に？マスターこそ、ドクターが求める人物そのものよ。あー、なるほど。スティーブンが作ったのか、バローズっていうアプリを。はんはん、それでドクターって呼んでるってこと？なるほど。だから多分、スティーブンは、まあ、悪魔召喚プログラムとともに、このバローズも作り上げて、なんか、かつてと同じ選択をする人物を求めてたってこと？そうか。ありがとう。やっぱスティーブンが黒幕かい。さて。なんか、意外に、意外にちょっと幸薄そうな顔してるんですね、スティーブンさん。若いな、こうやって見るとな。君が彼の意志を継ぐものであるなら。誰よ、彼って。東の帝国と東京の人々のため、うん、そして東京の女神を蘇らせるため、元の世界へ帰らなくてはいけない。東京の女神を蘇らせる？女神転生って感じ？あれか、謎の少女が復活しなきゃいけないのって言ってたけど、あれが東京の女神ってこと？私がそれを手伝おう。怪しいね、逆に。ここは人々の思念が作り出す世界。魔界だよ。結局なんか全然教えてくれないじゃない。君が以前、あの子に出会った場所とは少し違う。うん。あの女の子なんかすげえまがまがしいとこにいたんだよな。ホワイト面もまた、思念の集合体であり。ここは奴らの空間なんだ。まあ、とりあえずここを出ようって感じかな。君が奴らの選択を拒んだとはいえ、うん、ホワイト面の影響力は未だ健在だ。あ、結局ホワイト面倒さなきゃいけないの？この森のどこかに。あ、これやるんだ。4体のホワイト面が潜んでいる。結局これはやるんだね。全てのホワイト面を倒し、奴らの影響力を打ち破ってほしい。まあまあまあ、余裕でしょう。サクッとやっちゃいましょう。新しいクエストをリストに登録しておくわね。よかった、バローズちゃんまだ俺を補佐してくれんのね。いや、これ最後なんか、すべてを知った君へ。ついに到達してしまった。スティーブン、15,000マック払ってくれるんですね。東京の女神の希望となり得る君。その君があるべき東京に帰るため力になりたい。森のどこかに潜んでいる4体のホワイト面を倒してほしい。じゃあ、バローズちゃんはなんか知らないようなふりをしてたけど、最初から知ってたってこと？そういうプログラムだったんだな。選ばれし者を見つけるためのプログラム。だから、侍のシステムっていうのもそうなのかもね。ガントレットでさ、素質があるかどうかを見抜くっていうのがあったけど、そういうことなのかな。君たちを回復してあげよう。謎の力、スティーブンの。スティーブンの謎の魔力。回復できるんだな。戦いで傷つくことがあったら、引き返して、森の入り口に戻るといい。ありがとうございます。いつでも君たちを回復してあげよう。いや、ちょっと先に真相が知りてんだけどな。先に知りて、すべてを知った君へって言ってたけど、何にも知らないんだよ、まだ。マジか。いや、でもよかった。無事ニュートラルルート入れました。ちょっとドキドキしてました。ミスってたらどうしようと思ってフラグ。あー、怖。まずは1体目。絶望は希望の裏返しなのだ。なんかあれだな、言葉少なだな、スティーブン。己の選択と同様に他者の選択も尊ぶことができる。それが人間たる美徳なんだ。なるほどね。弱い我らが秩序と混沌の中に生きる道を貫けると思う。ぬかるみか。その中で救いがないぞ。どちらつかずって言いたいわけね、ぬかるみ。そうかな、まあ一番ハードモードなのかもしれんけどな、確かに。
東京にあるもの、そしてかつて東京にあったもの、すべての人間が東京の女神の希望だ。ああ、東京の女神の希望。お前に重要もありません。この世界の可能性とは何なのだ。可能性。その可能性を体現するものとしてお前は何を思い浮かべるか。なんだろうな。神、悪魔、人々。いや、人々じゃない？人間でしょ、人間。人間がやっていかないと。我らがお前に示した可能性の世界。あれこそが人々の本質なのだ。どれ選んでも、ああ言えばこう言うだろ、お前は。自由と秩序、破壊と維持を繰り返す。その円環から抜け出せる哀れな存在。まあ、それはあながち間違ってないのかな。そんな人々に可能性を見るなど。お前の両目は節穴だったか。節穴は言い過ぎだろ、さすがに。カッパされた。なんてこったい。さっきの選択肢正しいのとか特になさそうだったよな。それでも。サーチモード。ん？サーチモード。こんなのあったっけ？何サーチしてんだ？言い訳。逆恨み。うん。自己弁護。うん。短絡的な自己消滅が。バーブローズがめっちゃ喋る。どうした？彼らと運命を共にするメリットは見当たらなかった。辛辣だね、バーローズちゃん。バーローズちゃんがちょっと前に出てきたな。いいぞ、もっと言ってやれ。お前らと運命を共にするメリットないってよ、バローズちゃんが。どうしてお前は、最後まで俺を救ってくれないんだ。もう死んでるしないさからな。悪魔と、人の狭間に、どうして俺たちを置き去りにするんだ。置き去りに？置き去りにっつったってな。でも人間の思念だからな、お前らはな。人間がいなくなりゃいなくなるんだろうけど。クエスト達成、お疲れ。まあ、そうやって悩むがゆえの人間なのよね。悩みたくないという気持ちもわかるけどもだ。いや、頑張ったね。ありがとうございます。とりあえず森を抜けたってことか。出たね。魔界を支配していたホワイトメンの影響が一時的に消えたようだ。これからどうするんだ俺たち。今ならば君を元の世界へ戻せる。はい。君は偏りのない世界を選んだ。うん。そこでは喜びや感動を求めて生きても傷つき悲しむことの方が多いだろう。まあだからといってね、じゃあ傷つきも悲しみもしないけど喜びも感動も全くない世界、まあそれがロールートに近いんだろうけど、それは面白くないもんな。やっぱ俺美味しいビール飲みたいし。だがそんな君たちを優しく包み込んでくれる女神がいる。いや、もったいぶるね。誰なんだよその女神は。以前君が出会ったあの女の子。ほう。東京そのものだ。東京そのもの。東京、あれ東京さんだったの俺が会ったの。かつて彼女の悲しみの声に応え東京を守った少年がいた。ほう。しかしそのことは同時に東京の民を二分してしまうことになった。これがアキュラかな、初代アキュラ。民を分かつあの天外を取り去り、うん、東京すなわち女神をあるべき姿に戻す。かつてのアキラは多分ニュートラルルートを選択したことによって無理やりそのカオス連中は下、ロー連中は上って分けてしまえば争いは起きないって考えたってことかな。まあ、それがまあお互い持ちこたえられなくなって、でさらに今回元に戻すってことか。かつての君が守った世界を、俺今度今の君が元に戻すのだ。俺かい。きっと東京を覆う天外も君の声ならば聞き入れてくれるだろう。え、何転生してんの俺。どういうこと。あれは東京の守護神正門だよ。正門公でしたか。さあおしゃべりはこのくらいにしよう。え、その正門公が天外を作ったってこと。そしたら天外そのものが正門ってことはないよな。え、正門公に会いに行くのか。じゃあ君に全てを託す。元の世界へ帰るといい。いや、もうちょっと詳しく聞きたかったな。彼女もお待ちかねだろうからね。東京の女神？あとは頼んだよ。
バローズ君。バローズちゃん。オッケー、ドクター。全部教えてくれよ。じゃあ帰ろ。帰ろ。あなたが選択した新しい世界へ。バローズ、ちょっとバローズちゃんヒロイン説あるな。だいぶ人格が出てきた、バローズちゃんの。もともと多分俺に仕えてたんじゃない、バローズちゃんは。俺にお仕えしてたんじゃない、かつてのさ。起きて。あ、イザボ？ねえ、起きてくれなくて。起きる起きる。イザボが起こしに来たらすぐ起きるよ。やっと会えたな、イザボ。長かったー。2回も殺しちゃった。ごめんね。よかった。探していたのよ。今までどこへ行っていたの？いやー、長かったんすよ。こうしてイザボに起こされるまで。長かったなー。ホワイトメン？スティーブン？そうそうそう。会わなくてよ、そんな方々には。イザボーが女神説。いや、あるか？イザボーが女神っていう説は。どうなんだろう。ところであなた、一人なの？一人なのか、俺。そうか、それもそうか。ワルダと一緒にリリスの元へ向かったのよね。そう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 。一応ね、初手はカオスルーと言ってますからね。でも、ワルダもヨナタンも、どこへ行ってしまったのかわからない。イザボーを探しに来てくれたってことか。東京は今大変な事態よ。どうなってんすか。つまり両方もヨナタンも自分で行って、ワルタンも自分で行ったから、ムルシファーもメルカバーも存在するって感じかな。魔界のゲートが開かれたことで、悪魔が溢れ無秩序な状態にあるすいません、魔界のゲート開いたのは僕です。そして悪魔を東京ごと消滅させようと天使の軍勢が奈落に前線を張ったわ。うん、これはロールートで見たやつ。まもなく天使と悪魔の全面戦争が始まる。ハルマゲドンだ。そうなれば東の帝国も東京もどうなってしまうことか。修道院は機能していない。田山は死んだと聞くし、ユリコはダメ。ユリコはダメ、まあ、ユリコは完全なカオス側だしな。田山も死んだ。もう誰に掛け合えばいいのか。イザボー、俺や。あなたに会えてよかった。私どうしたらいいか分からなくて。イザボーがデレデレじゃん。デレボー、一緒にいさせてくれなくて。いいですよ、イザボーと共に行くことになって。こんな潮らしいイザボーが見れるとは。これが見たかったんじゃ俺は。教えてあげるわ。教えてください。東の帝国との連絡が取れなくなったみたい。東の帝国とタモトを分かったことに起因するわ。なるほど。帝国受注不可。バローズ。よかったー。イザボー仲間になってくれるんだ。こっからどうするんだ、俺たち。どうしようね。ここ霞ヶ関か。ちょっと待ってくれ、バローズちゃん。俺はどこに行けばいいんだ。どこ行く、イザボー。デートする？マジで行き先がわかんねえ。どう、適当に街回ってみるか。いや、悪魔が増えたぐらいでみんな大騒ぎしすぎだぜ。東京にあしらかがいるんだぞ。田山が黙ってねえだろうよな。死にました、田山は。おい、地下街に悪魔が入り込んだってよ。誰かあしらかに連絡しろよ。悪魔は地下街に入らない約束だろ。田山さんがそう言ったんだぜ。田山に頼りっきりですね。ねえ、東京に悪魔が増えたのってきっとガイア教団の仕業よ。ガイア教団なんて元は薄気味の悪いカルト集団じゃないの。ああ、田山さん、あんな連中早く始末して。田山に頼りきってるな。都合のいい時だけ、あしらかいあしらかいって言ってんだろうな。あ、藤原の呼びかけで、ハンターたちが包帯で新宿周辺の悪魔に応戦している。でも、市ヶ谷から無尽蔵に悪魔が出ている。根本の対処をしないといずれ力尽きるぞ。やっぱり市ヶ谷に行くのかな。最近、新宿のあちこちで悪魔を見かけるようになったな。連中、地下街の人間を襲うとか、そんな素振りは見せてないがよ。新宿が悪魔に占領されている。そう思うと身震いしちまうぜ。藤原のとこ行ってみるか？とりあえず。さっさと。さて、フロリダですけど。おや？まだ東京にいたのかい？いちゃ悪いかね。君たちの祖国も大変だと聞いたがね。祖国か、東の帝国ね。まあ、帰れないしな。私たちも、何をなすべきかわからないのです。そう、イザボーも帰れなくなっちゃったわけだよな。途方に暮れているのはお互い様だ。そっか。そう、こいつらもね、東の帝国へ移民しようとしていて、
もうそれは叶わないよな。東京で悪魔王ルシファーが復活したよ。うん。事態はさながら終末さ。終末だね。今度ばかりは人間の我々にはどうすることもできない。そんなことないよ。だったら神頼みなんてどう？うん。今度ばかりはっていうとなんか、そうか、こいつら25年前にも戦ってるからな。じゃあかつての俺を知ってんのか。かつての俺っていうかアキラをな。アキラ、ドクターが言っていた東京の守護神のことよ。うんうんうん。まさかどね。どこにいんのよ。東京の守護神だと。まさかどこですよ。継ぎはぎは手にした刀を強く握りしめた。お、知ってんのか。貴様、東京の守護神を知っているのか。え、知ってますよ、そんなの。ならば東京の守護神の名を言ってみろ。おお、名前言ってみろってねえ。自分から言い出しておいてなんだけど、名前なんだったっけ。嘘だろ、バロスちゃん。なんとなく字面で覚えているの。確かカタカナ4文字だったような。バローズちゃん絶対俺を試してるやん。試してる。バローズに試されている。カタカナ石だけでダメなのね。絶対バローズはデータとして残ってんだろう。なんでそこで俺を試さなきゃいけないんだ、わざわざ。いいよ、試そう。まさかどでしょう。ちょっとね、呼び捨てするのも恐れ多いですけど、まさかどこ、よろしいでしょう。まさか君、うん、この刀を握ってみろ。刀？継ぎはぎはいつも携帯している古びた刀を差し、まさかそれ、甲の刀？いいから握れ。やめろ。いいから握れ。ちょっと嫌ですよ。継ぎはぎの握りたくねえ、俺は。足で継ぎはぎに無理やり古びた刀を握らされた。ちょっと待ってくださいよ。なんで継ぎはぎのを無理やり俺は握らされなきゃいけないんだよ。お、ムービー。でけえな、継ぎはぎの刀。ああ、でも、甲の刀だ。これ見たことあるわ、このヒレみたいなやつ。かっけえ。でもでけえな。あー、確かによく見たら甲の刀じゃん。あのヒレみたいなやつだ。おお、抜けた。伝説の戦士ですか、俺が。ついに、この日が来たのだな。あー、待ってたんだ、こいつらも。少し、昔話をさせてくれ。それそれそれ、継ぎはぎさん。気になってたんだよ。俺はかつて、悪魔討伐隊にいた。うん。そこである少年と一緒に正門を撃った。正門を撃ったんだ。この刀は正門の太刀、正門を操る頼代だ。おー、なんで継ぎはぎが持ってたんだろう。少年は正門と共に、あ、東京の天井となり、はー、この町を戦争のミサイルから救った。はー、なるほど。戦争のミサイルから。うん、この刀は結局俺が受け継ぐことになったな。まあ、その少年はだってね、まさかどと一緒に壁になっちゃった、天井になっちゃったわけだもんな。俺を含め再び刀を抜ける者が現れることはなかった。なるほど。でも25年しか持たなかったのか、この秩序はな。私たちは木が熟すのを待つことにした。うん。人外ハンター紹介を組織してね。なるほど、そういうことか。まあでも少年は命を落としてそのミサイルから街を守ったってわけだもんな。ミサイルって。その刀を抜くことができる者が現れ、再び私たちを救ってくれるのを。うん。貴様にこれを託そう。ミサイルってその ICBM 的なやつ。メガテンの、初代メガテンの。マサカドの太刀を渡された。マサカドは必殺の霊的国防兵器と呼ばれた幽谷の死だ。うん、やっぱそうか。まさかども必殺の霊的国防兵器。まさかど公がいながら先の対戦では負けたのか。東京を守るに足る者の呼びかけとあらば必ずそれに応えよう。もう頼もしいね。まさかど公の力があれば人間にも天使と悪魔の戦争を止められるかも。え、ちょっと待って、その25年前のさ、悪魔討伐隊の話もっと詳しく聞きてえわ。これで私たち老いぼれはやっと引退だ。あとは若い君らに任せるよ。あ、若い俺らね。頑張ろう、イザボ。あなた、思いがけず人間の代表に選ばれてしまったよね。思いがけずか、イザボ。まあ俺が何をしてたかなんて知らないだろうしな、イザボはな。さあ、銀座の巨岩のもとへ。そこでその刀を抜いてみろ。銀座の巨岩、ああ、あの交差点にある巨岩。抜けばわかる。抜けばわかる。あれがまさかど公の岩か。新しいクエストをリストに登録しておくわ、ね。道理ででっけえわけだ。
あとはワコードに任せろ。おいおい、やめてくださいよ。イザボーちゃんとそういう関係じゃないんだって。銀座の巨岩の前でマサコ殿の太刀を抜く。まさかこの俺がクエストを出す側になろうとはな。この東京を救うのが悪魔討伐隊ではなく、異国から来た侍であることはいささか残念だが、善と有望なワコードにこのクエストを頼みたい。銀座の巨岩の前でマサコ殿の太刀を抜いてくれ。巨岩は四丁目交差点にあるはずだ。はあ、まあ、もともと、おそらく、主人公もね、この地上の血を引いてるでしょうからね。東の帝国の住人とはいえ。昔僕らが天使に追い出される前、東の帝国にいた頃だよ。いたんだ。はあ。農作業の経験のない僕らはね、東の帝国で食べていくために、湖の水を各家庭に宅配するってビジネスを始めたのさ。やがて僕らの宅配所で酒を扱うようになり、お客がついて酒場となったのさ。K の酒場作ったの藤原？継ぎはぎが昔話をしたせいかな。なんか思い出してしまったよ。ほあ。そういえばまだ私が現役の頃、作戦行動中によく女の子を見かけたよ。車輪を転がして、あ！女神だ。小さな女の子だ。姿を見かけなくなってかなり久しいが、不思議とどこかで生きている気がする。ああ、引き止めてすまなかった。まさかどこのこと頼んだぞ。銀座の巨岩の前でその太刀を抜け。抜けばわかる。まだちょっといろいろ謎が隠されてそうじゃない。はあ、元東の帝国の住人なのか藤原。だから知ってんだ。東の帝国のことも、四大天使のことも。その四大天使に追放されてるわけだもんな。なんで追放されたんだろう、藤原。まあ何かね、意にそぐわないことしたんだろうけどね。四大天使のね。うわ、ちょっとなんか時系列ごとになんか今までの情報を全部整理して。もうなんかいろいろもう混乱してるわ、情報が。